本日のダブルメインイベント第2試合日本タイトルマッチ前哨戦ライト級10回戦を行います。赤コーナー、日本スーパーフェザー級1位、132パウンド4分の1、スペース系所属、中村金蔵。日本スーパーフェザー級第1位、いよいよタイトルが見えてきた中村金蔵です。青コーナー、132パウンド4分の1、駿河ジム所属、下田義彦。中村の日本タイトルに待ったをかけることができるのか、駿河ジムの下田義彦です。同じくジャッジ内山和子。いよいよやってきました中村金蔵の日本タイトル前哨戦、今日は静岡駿河ジムの下田義彦を迎えます。この中村金蔵、前回は中村典人相手に苦しい判定勝ち、今日はきっちりとした結果が欲しい、そう語っていました。名古屋、地元スペース系所属、スペース系のエース中村金蔵、いよいよ日本タイトル前哨戦のリングに上がります。まもなくゴングです。第1ラウンドが始まりました。引き続き放送席には薬師寺康生さん、中野博さんにお越しいただいています。まず薬師寺さん、はい、この中村がいよいよ日本タイトル近づいてきました。あのね、僕はあの前から見てるんですけど、この選手はあの上がってくるだろうなと思ってたんですよ。で期待してる、ね、はい、選手の一人なんですけど、あのここ最近ちょっと見てなかったんで今日すごく楽しみだったんですよね、はいはい、非常にあのディフェンスも上手ですし、そういった意味ではもう薬師寺さんに非常に近いスタイル、なんですけど、まあ、もうあのよくね左の使い方が上手なんですよね、はい、で相手との距離感はこれはあの、まあ、ここにいる、ね、中野なんかでも、まあ、中野の方が先輩なんですけども、ここそれぞれ、ね、上手な分野があるんで、こいつは、はい、今日の中村は、ね、距離の取り方がうまいんだよね、はい、うん、あのその辺は杉田竜平選手も中野さん、これはあの距離の取り方っていうのは中村金蔵言ってますね。そうですね、うまさは、はい、僕なんかもスパーリングなんかはよく見てるんですけど、やっぱうまいですよね、うまい選手です。そうですか、はい、いよいよこの後には日本タイトルマッチも控えます中村金蔵。ということは薬師寺さん、うん、やっぱり今日の試合きっちりとした形で勝ちたい、そういう思いありますね。だから、まあ、前哨戦って言われてますけども、はい、どんな選手でもそうなんですけどね、あの練習することはもちろんね、試合も練習と思ってやることもそうなんですけども、イランパンチを一発でももらってほしくないですよね、はい、うん、いろんなことを試してみてね。そうですね、はい、うん、もらわずに勝ちたい、これはもう中村が常に課題にしているテーマでもあります。対しますこの駿河ジムの下田義彦、今背中が見えているのが下田、そして画面左側が中村金蔵です。この距離の取り方、それから間合いの取り方で、これはやっぱ天性のもんですからね、それにどんだけ練習して肉付けしていくかっていうのがやっぱり大事なことですね、はい、うん、下田も薬師寺さん積極的に手を出してきますね、うん、まだ相手の出方見てるって感じですよね、はい、時たまこうスイッチしたりするっていう話ですから、うん、ああそうですか、結構こう変則的な、うん、周りが逆回りするんですよね、この選手、本来ならばどんどんこう遠ざかるように回っていきたいという、その時計回りにというところなんですが、どん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 中に入っていきます。その左が当たる中村金蔵、左はどんどん出していきたいというふうに中村語っていました、うん、そうですね、あのやっぱ持ち味ですからね、もともと使って使いすぎっていうのはないですからね、やっぱりリードブローっていうのは、はい、大きい試合になればなるほどやっぱり出なくなるもんなんですよね。ああそうですか、うん、ということはやれるうちにきっちりやっておかないと、そう練習常にね出しておいた方がいいですね、はい、ここまでは下田のパンチはきっちりと画面左側、今背中が見えている中村金蔵をブロックしています。第1ラウンドもう残り時間がありません。静かな立ち上がりでこの中村と下田の試合、第1ラウンドが今終わりました。今日、第3ラウンドが始まりました。中村金蔵背中が見えています。そして顔が覗いているのが駿河ジムの下田義彦、まだ両選手とも効果的なパンチは出していません。高田さん、はい、赤コーナーサイドからですね、あの受けるなと、相手のリズムならずに、はい、自分のリズムでやれってこと言ってますね。ああそうですか、ちょっと相手に合わせているところがあるんでしょうか。伊藤敦樹アナウンサーからのリポート入りましたが、第3ラウンド、
薬師さん、そのあたりはどうご覧になってますか。うん、そうですね、相手に合わせてやっちゃってるっていうところはもうあれですけど、どうやって攻めていこうかなって考えてたかもしれないですね。積極的にどんどん行きゃいいんですよね。はい、はい、下田がちょっと逆回りしていたり、そういったところはどうでしょう。うんうん、ならもう逆にそっちに回さないように左、左ストレート、あー、はい、左ジャブ、左フックで回し合えばいいんですよね。はい、いつもの通りにね。とにかくこの後には日本タイトルマッチが控えているという中村金蔵、もう現在とにかくスーパーフェザー級の第1位、一番タイトルに近い男ですからね。ただいろんな選手ね、これから出てくると思うし、その日本タイトルマッチでいろんなそのもう左、はい、チャンピオンもタイプが変わってくると思うんですよね。ラウンドごとにね、どんな選手に対応できるように、はい、うん、試合でも出していきたいですね。第3ラウンドに入っています。ここまではまだちょっと自分のペースをつかみかけてる、そこまではいきません中村金蔵。ちょっと相手のペースに合わせてるんじゃないか、そんなリポートも入りました。ちょっと左少ないですね。うん、もうちょっと出したいですね。今日みたいなこう逆回りする選手、本当に左ストレート、左フックで回していきたいですね。はい、そこはつなげていきたいですね。下田としてはもうおそらくトリッキーな動きは使えないでしょうから、オーソドックスに行きたい、そんなことを話していました。不用意にパンチをもらわないこと、これが今日の中村の一つのテーマ。右が当たりました。下田の右、ちょっと顔が上に揺れました。中村金蔵、逆に左ジャブをついていきます。上行くとこういうパンチから相手も、チャンス掴んでくる場合あるんで、はい、それを想定してやっぱりやりたいですね。中野さん、まだちょっとリズム取れてませんか、中村。そうですね、中村君らしいリズムっていうか、そういうのがちょっと見られないですね。やっぱり左が少ないかなと思うんですけど、はい、今みたいな右アッパー打とうとして中途半端な位置にいると怖いですよ。ああ、そうですね、不用意にパンチもらうことになりますからね。第3ラウンド残り30秒を切っています。とにかくもっと左が欲しい中村金蔵。画面右側、うん、そうやって回し合いいんですね。自分でどんどん足を使っていって、さらに頭を振りたい。そう試合前、ああ、いい左が入りました。下田も積極的です。第3ラウンド、下田の攻勢が目立ちます。第3ラウンドです。ここも左が当たりました。結構入ってきますね。第3ラウンドが終了しました。4ラウンドのゴングが鳴りました。画面右側、日本スーパーフェザー級第1位、中村金蔵です。そして駿河ジムの下田義彦を迎えていますが、ここまではどちらかというと下田の健闘、そういったところが目立ちますね。ポイント自体はね、中村が取ってると思うんですけど、はい、うん、今日の課題のその不用意なパンチもらわないという点で、あれちょっとおかしいなと本人も思ってるでしょうね。はい、うん、お、下田のパンチが当たります。ショートレンジからですが、下田の左が当たります。逆回りする下田、時にはスイッチもするというこの下田です。左は相打ち、もっと左が欲しい中村金蔵です。相手がそ逆に回ったら逆に、ま、もうそっちに回さないようにでも、やっぱり左フックが欲しいですね。1ラウンド最初に、ね、はい、オープニングラウンドで出たんで、あと思ったんですけどね。あー、右ワンツーが入りました。中村ちょっと下がる。これはちょっと不用意なパンチを食らってしまいました。中村金蔵、第4ラウンド、下田がチャンスを迎えるのか。中村ここは必死で守りたい。気抜きますね、今みたいなとこね、気抜いちゃダメですよ、しっかりガードしてないと。ちょっと苦しい立場になりました中村金蔵。第4ラウンド、傘にかかってきます下田。今度は逆に中村右、しかしちょっとから体重が後ろにあった。下田も負けじとパンチを出していきます。第4ラウンド、前回に続いて少し今回も苦戦を強いられています中村金蔵です。中村、右のカウンター取るときにちょっと顎が上がるんですよね。ああ、そうですか。相手を見てからカウンター取ろうとするから、顎を下げたままカウンター取らないと、はい、怖いですね。ちょっとまだ余裕を出しすぎているようなところありますか。余裕っていうかね、もう本人ね、あ、ちょっとこいつやりにくくて嫌なタイプだなって思ってると思いますよ。第4ラウンド、このラウンドも下田のいいワンツーをもらってしまいました中村金蔵。この位置からこの角度からこうやって打ってくる選手っていうのは初めてだと思うんですよ、ね、中村も戸惑ってるんですよね、はい、
もっと手数を出していきたい中村金蔵です。この選手には右アッパー打たない方がいいですね。あ、そうですか。 くっついた時に打った方がいいですね。まっすぐ入ってくるんで、右アッパー打とうとすると青が上がるんで、そこに打たれてますね、さっきから。はい、やっぱりリードボール欲しいですね。とにかく左がもう本当にこの試合の課題になります中村。第4ラウンド、もう残り時間がありません。このラウンドも下田のいいワンツーが当たりました。中村ちょっと左の目腫れましたね。ああ、そうですね。ここで第4ラウンドが終了です。中野さん、はい、ここもちょっと苦しい場面になりましたね、中村。そうですね、まだやっぱりやりにくいんでしょうかね。中村くんのいつものなんていうんですかね、リズムボクシングというか、そういうテンポの良さが見えないですね、今日は。はい、ここまでは苦戦を強いられています。ご覧の全日本スーパーフェザー級第1位、名古屋スペース系のエース中村金蔵。さあ、ここからは後半戦第5ラウンドに入ります。第5ラウンドが始まりました。画面右側、背中が見えている中村金蔵。相変わらず逆回りですね。そうですね、逆回り取ってまっすぐ来るんですよね。はい、さあ、このラウンドはパンチを出していく中村金蔵。あ、しかし返しのパンチが出る前に相手の右をもらってしまいます。高田さん、はい、青コーナー下田サイドですけれども、アッパーに、相手のアッパー狙ってるからアッパーに気をつけろと、はい、そして今のようなあの顎を狙い、小さく鋭角に右を出せと言ってますね。はい、あ、離れ際の右、あのアッパー狙って顎が上がるっていうのも分かってるんですね、相手も。そうですね、あのどの角度で打ってくるって分かり始めてますよ。ということはもう何よりも手数が欲しい中村金蔵です。下田みたいなこういう選手はパンチが当たり出して、相手のパンチがある程度分かってくると、はい、トリッキーな動きしだすんですよ。ということはこれ余裕が出てくるってことですよね。本来の自分に戻ってくから力を出し始めるんですよね。はい、それをさせる前に決着をつけたかった中村金蔵です。でいきなり右になってきてるんですよね。はい、ミノック、中村金蔵、せっかくのいつもいい左を出すのにこう左が出てないんですよ。右が当たるから左、この左です。もっと数が欲しいですね。そうですね、もっと足使って左ですね、左に回り込むようにして打ちたいですね。はい、まだ足が使えていないのと、もう少し頭を振りたい中村金蔵です。いい時の畠山貴則、あのイメージですと、こう語っていました中村金蔵。左右のパンチですが、ちょっとまだパンチが軽い感じがあります。目の上を少し張らせてしまいました中村金蔵。お、見事いい、あ、左、あの位置からは、そんなに打ってくる選手少ないんですけどね。あ、そうなんですか。これがトリッキーな選手なんですよね。はい、これ持ち味ですね、はい、下田の。今までの相手とはちょっと違います。今いいボディ入りましたね、ちょっと効きましたね。さあ、ボディから押していく中村金蔵。ニュートラルコーナーサイド、右の目の上はもう腫れています中村金蔵。もっと頭を振って左から入っていきたい中村。ボディから活路を見出しました中村金蔵。しかし下田も手を出していきます。もっと自分のペース、これジャブですね、ジャブ、ジャブ、相手休ませないようにジャブもっと出したいですね。そうそう、ジャブから右。ようやくこの辺りで中村のペースになりましたか、どうですか。いや、まだちょっとあれです、相手もまだまだですか。さあ、右サイド、そしてフックからサイドフック、おー、ちょっと大振り。第5ラウンドも時間がない、ボディ行きたいですね、ボディね、ボディ行きたいですね、第5ラウンド時間がない。ちょっと後半パンチが大振りになってきました中村金蔵。ここで第5ラウンドが終了です。クリンチ、ストレートはサラサラさせる。岸井さん、はい、ようやく中村のボディからの活路をこう見出す、うんうん、そんな瞬間ありましたね、うん、今相手結構ね効いてるような感じだったんですけどね、はい、あの中村の方ももともとボディ、それからもう1ラウンドから言ってるように左、はい、うん、で左に回して、自分がやっぱり先あの取らなきゃ、先手を取らなきゃダメですよね、自分から手を出していきたいというこの中村金蔵。これから第6ラウンドに入ります。第6ラウンドが始まりました。画面右側、中村金蔵、そして今顔が見えているのが駿河ジムの下田義彦です。先ほどのラウンド、ボディから活路を見出した中村金蔵が攻め込んでいく場面が少し見られました。ようやくそろそろ、
右のフックは中村金蔵、単発に終わっていきません。何が何でも KO で勝ちたいんです、そう話していました中村。高田さん、はい、スペース系の榎本会長ですけども、相手のこの変則ぶりにもね、だんだん見えてきたんじゃないかなって言ってますね。あ、そうですか、余裕が少し戻ってきたか中村金蔵です。第6ラウンドに入っています。やっぱり当初薬師寺さん面食らった部分あったんですね。なんだね、もうだから相手の癖、それからやっぱ左を使って主導権を握りたいんですよね、相手に合わせてやっちゃってるから、打ち合いになっちゃうんですよね、左のジャブ、正確にいいの持ってますからね、非常に長いジャブを出してきます中村金蔵。これがもっと数出るようになればいい形で試合を進められます、ああ逆に左を送ってしまいました。ああいうふうに真っ直ぐ来ると思わないんですよね、アッパー、これ先に打ちたい、そこで先に打ちたい、ね、先に打ちたい、打たれてしまった、逆に相手に来られてしまうから、こうやって先に打ちたい中村金蔵です。だからジャブのフェイントも欲しいですね、下に見せると打つと見せて上へ、上にして下とか、もう一人左は下田、中村もっと手が欲しい、手数が欲しい中村金蔵、常にこう先に出しているのが下田っていう感じになってますね。そうですね、このラウンドもいい場面をしてるんですが、左から攻めていきたい、リングの中央まで押し上げて中村金蔵、先ほどはボディから勝つを見出しました。このラウンドはどうでしょうか、残り1分になりました。右の目が腫れ上がっています中村金蔵。第6ラウンド、左が当たりました下田、反発が多いにやっぱり4つ5つ6つと、続けたいですね、でここでですね、ここでほら左先に打たれますから、ここで右のストレートは下田、先ここで見ずに先に打ちたい、左右、中村苦しい戦いになりました。第6ラウンド右、下田のパンチがこのラウンドは面白いように当たります。これちょっといけませんね、下田のトリッキーなペースですね、まだ自分のペースを掴みません、右下田の右、中村ちょっとパンチが当たりません。第6ラウンド、このラウンドは下田が攻勢、左目塞がりましたね、見にくそうですね、もう完全に塞がってましたね、はい、どんどんもう、右の目がもう完全に塞がってます中村金蔵。ここからどうやって戦っていくか、第6ラウンドが終わりました。藤井さん、はい、中村がここまで苦戦するっていうイメージはちょっとなかったですね、なってはいけない最悪のパターンになってしまいました、ご覧のように右の目の上が完全に腫れて、これ塞がってませんか、もうほとんど視界左目だけで見るって形ですね、こうなってしまうとこの後の展開が非常に苦しくなります ね、相手がね調子に乗ってきますね、はい、さあ終盤に入ります、ゴングが鳴りました、中村金蔵対下田義彦、第7ラウンドのゴング、背中の中村金蔵、そして画面右側下田のパンチが当たっています。中村なんとか主導権を握りたい、しかし非常に苦しい状態のままで、ここでね、下田が、僕は下田側のね、セコンドだったら、逆に中村の見えない左の方向に回れって言いますね、逆回り、ここで逆回り、そうですね、今右の方にね、自分で右の方に回ってますけど、逆に考えるとそっちなんですよね、なるほど、でもそこまでできる選手ではないと思うんですよ、確実に格下なわけですが、その格下の選手に、今タイムがかかりました、ドクターですね、中村の目ですか、ちょっと急に腫れたんで、見てもらうんじゃないですかね、出血はどうでしょうね、出血はないです、腫れだけです、腫れですか、はい、目の上が完全に腫れ上がりました、ここでドクター試合を止めました、試合を止めてしまいました。ここまでのジャッジによる、したがって採点ということになりますね、まさかのドクターストップになりました。中村金蔵選手、眼科の目の傷が深く試合続行不能とみなし、下田選手の TKO 勝ちでございます。なおテクニカルテンションタイムは7ラウンド46秒でございます。
テクニカルノックアウト負け、中村金蔵が下田義彦にまさかの敗戦であります。中村金蔵目の上が完全に腫れ上がりまして、これはパンチによる効果だということでテクニカルノックアウト負け、うん、薬師寺さん、はい、思わぬ結果になりました。あのね、勝った下田の方もね、はい、負けたような顔してますよ。ぼっとしてますよ、呆然と。そうですね、中村さん、これどうご覧になりますか。ちょっと僕もびっくりですね、はい、うん、あのでもね、これが勝負の世界ですよ。そうですね、はい、本当にこの下田って選手、そんなね、はい。